ってこれマジでピー入れてくる。なんかでも上手い人ってそういうのを考えないうちにもうなんか切れたら始まってるので、その間に可愛いって感度下がるんですよ。19歳です。来週20歳になります。いないです、いないです。多分もういないです。遠距離だったんですよ。ちょっと自分がモデルの活動とかもやりながらで、どうしてもなんか気持ちが薄れてって言ったらちょっと申し訳ないけど、この彼氏の気持ちよりもこのモデル頑張りたいみたいな気持ちが強くなっちゃっても本当にごめん。あります、あります、全然あります。 Tinder とかも入れてたし、ペアーズもやってた。当たり外れはありました。そう、5人ぐらいあって、その中で外れが2人、3人当たりでめっちゃ気合って、もう今でも普通に遊びに行ったりとか連絡取ったりとかは、いかないです。自分がもともと恋愛するために入れてないんですよ。もう暇つぶしでメルトも欲しいぐらいの感覚でしか入れなかったから、向こうもあ、自分も自分もみたいな感じで仲良くなって。めっちゃ怖いエピソード話してもいいですか。自分が高校1年生の時の話なんですけど、中学から高校に上がちょっとなんだ大人びたくなるじゃないですか。でちょっとおしゃれとかにも目覚め始めてるんですよ。で友達と遊ぶからって言ってちょっとスカート短くしてちょっとお化粧したりとかしてやってたんですよ。で友達とバイバイして、まあ、家から一番近いバス停からお家帰るまでに公園があるんですけど、公園突き切ってても早いんですよ。だから普通にいつも通りイヤホンさして歩いてたら、公園過ぎたあたりぐらいからかな、男の人がなんかついてきてて、結構住んでる人も周りに多いので別に気にしてなかったんですけど、曲がり角も全部ついてくるし、止まる信号も全部ついてくるから、ちょっとなんかって思ってたけど、変な人多いから普通にもうなんか慣れちゃって、まあ別に大したことないだろうなと思って、まっすぐ家に帰ったんです。アパートなんですけど、お家が手紙入ってるか見てから上がってねっていつも言われるから、何も考えないで自分の部屋番のポスト開けて手紙取って上がってったら、自分が登ってた階段の1個下のところから足音聞こえるんですよ。で時間帯が7時とか8時とかで、まあ他の人が帰ってきてもおかしくない時間帯で、全然家ただいまって帰ったら誰もいなくて、部屋で電気もつけずに携帯してたら5分後くらいにピンポーンって鳴ったんですよ。親から、まあ、変な人からピンポン来るかもしれないから、声とかかけられなかったら絶対出ないでって言われたんです。1回目無視したんです。2回目が鳴って、さすがに2回目だったのに、なんか宅急便ですとかすいませんとかも何もないから、穴覗いたらさっきの男の人が立ってたんですよ。たまたま鍵はかけてたんですよね、その時すぐ鍵かけてたから大丈夫だったんですけど、さっきの男の人はどうやんと思ってびっくりして、ちょっと様子見てたんです。話したらおかしいな、この部屋のはずなんだけどって言って、もう5分ぐらいずっとなんかこうやってやってるんですよ。携帯持ってこんなえもうずっとも音立てないのにずっともうこうやってやってて、で5分ぐらいしたら諦めたのかわかんないんですけど、いなくなってもすぐ親に電話して、やばいやばいやばいこと起きた、やばいこと起きたすぐ言って、でもこの人それっきりですね。そこからまたなんか2回目あったりとかはなかったんですけど、友達とじゃやらないことしたらじゃないですか。別にあんまりないですね。あ、仕掛けたことが1回だけあって、遠距離だったんでちゃんとお付き合いしたのがこの人が初めてだったんですよ。彼氏彼女みたいな感じでデート行って何してっていうのがこの人が初めて分かんなくて、なのに遠距離だからもっとなおさら分かんなくて、周りに相談できる人がいなかったんです。自分よりも年上の先輩で遠距離経験していた方、男の先輩なんですけど方がいて、この人に相談したいっていうので何回か会ってたことはあるんですけど、ちょっとその間に自分が興味を持ちかけたことがあって、多分寂しいだけなんだろうなって思って、ちゃんとそこは割り切ったんですけど言えてないですね。でもこれは気持ち揺らいだことは言えてない。相談してくるとは話してたんですけど、何もない、何とも思ってないって言って言ってたので、そうですね、もめこもちゃんと応援してるからって言って一切手出してくれない。多分自分すぐ沼りますね。圧倒的に思わせぶりとかです。付き合っててもそうなんですけど、付き合ってもないのにっていうパターンは、接触の関係まで行くとちゃんと切ってくれればなんともないんですけど、なのに接触なのにデート誘ったりとか、なんでご飯行こうとか映画見に行こうとか、営み以外のプランがあったりとか、ちょっと対応の仕方がなんだ彼氏っぽかったりすると、うわこいつってなります。なんか勘違いする、それ付き合ってるっけみたいな錯覚にはなります。
きます。多分うまかったりとか、その後の対話じゃないですか、それこそもう割り切る方であれば自分はもう全然あ、オッケーオッケーみたいな感じなんですけど、さっき言ったみたいに営み以外のプランがあるデートとかあったり、この対応のされ方もなんかめっちゃ彼女になんか手つないだりとかハグしてきたりとか、それ営み以外のスキンシップとかがあるとなんか意味わかなくなっちゃうんですよ。マジで大事だと思う。正直体の相性は本当に大事だと思って、本当に一番最初からじゃない、本当に前期ぐらいからじゃないですか。キスの相性とかハグした時の密着度とかもあると思うけど、でも正直これって経験積んだけば上手くなっていくもんなのかなって勝手に思ってるんですよ。最中のあれだと思います。普通のデカさもそうだと思うんですけど、でも全部ですよね。細すぎても痛いし、細すぎても何も感じないし、長さは欲しい。彼氏とやってる時演技したの合わないっていうか、気持ちの面では満たされてるんですよ、やっぱ好きだから。その気持ちに応えたいっていうあれでもう演技してます。何も感じないとかじゃないんですけど、いけないんですよ。でもそうしちゃうとやっぱ自分が上手くないみたいな感じで落ち込んでっちゃうから、頑張っていいんです。分かんないんですよ、その直前までは行くけど、多分我慢してるんだと思う、そこで。これ分かんないから。そう。あ、でもあると思います。あるとは思うけど、元彼ではない。女の子の扱い方だと思う。待ち合わせとかで待たされるのがめちゃくちゃ嫌いなんで、デートしますってなった時に、こっちはその決まった日からどこどこに行くから何着ていこうとか、その人はこういう感じの子が好きだから、じゃあこういうメイクとか髪型で行こうって計画立ちでやっていくんですよね。だけどそれでも時間に間に合わないようにしないといけないから、1時間くらい前から起きて準備して何してってやるんですけど、男の人って女の子の準備時間に比べると短いので、それなのにめっちゃギリギリまで寝てたとか、なんなら寝坊してきたとかってしてたもん。モテるのは逆にその気持ちを汲み取ってくれることです。なんか自分のためにこうやって頑張ってきてくれたんだなっていうのを分かってくれる、やっぱこっちもあ頑張ってよかったって思うじゃないですか。それが好きな人とかだったらモチベーションになるのかなって思って、お前のために頑張ってんだよって思うけど、言わないでも気づいてくれる方の方がやっぱりモテるんじゃないかなって思います。理解力です。いろんな意味で理解力、察してっていうか、多分言うんですけど、その上でちゃんと理解してくれればありがたいし、人間関係って受け入れて理解してくれるからずっと付き合っていけるものじゃないですか。この子のことを全く理解できてないのに一緒にいても楽しくないし、いつ裏切られるんだろうと不安しかないです。逆にこの子はこういう人間だからこうしてあげようっていう理解力と受け入れがあれば、すごいいい関係が築いていけるのかなと思います。高2の冬ですね、遠距離で付き合ってた時の彼氏を始めた。向こうが車持ってて、普通に車でドライブした帰りに夜景見ようってなって、夜景見て車でちょっとおしゃべりしてる時になんか多分そうなったんだと思う。そもそもそういうのにあんまり知識がなかったから、なんか別に抵抗もなければ気づいたらそこで始まったみたいな。自分飲ませてくれる人めっちゃ嫌いなんです。待って、これマジでピー入れてくる。飲んでほしい、飲ませてほしいみたいな。はみたいな。正直ドンズみたいな。じゃあもう答えなきゃいけないじゃん。なんかこれで断ったらなんかまたね雰囲気崩れるから、もう受け入れるしかないから。言葉でね、飲みすぎたなって思います。悩ますね。なんか手つないでくれるとなんかいいって思う。気象いいマジで。シンプルに。が上になって動くのが嫌なんです。疲れるし、私痛いんですよ。もっとデリケートな話していくと、男性の方ってまだまだこの無駄毛の処理されてない方が多いじゃないですか。チクチクってしょうがないんです、それが。こすれ、痛いんですよ。全身脱毛通ってます。めっちゃ楽です。もうマジでやった方がいい、女の子。もう脇とかは最悪それだけでいいかもしれないんですけど、下の毛は本当に生理の群れとか痒みとかも本当になくなるんですよ、少しずつだけ。匂いとかも多分なくなると思う。マジでやった方がいい、女の子はね。粘った最低でも30分欲しい。極端に言えば本当に行く寸前まではもうやってほしい。それも人による。
物によるんですよ。手入れすらされてないとか、めっちゃ匂いやばいとかあるから、好きではない。むしろなんならやらないでいいならやりたくない。口が本当に嫌なんですよ。人の顔が自分の股にある、本当に嫌なんです。上手い人ってそういうの考えないうちにもなんか切れたら始まってるので、雰囲気作りだと思う。その間に可愛いって感度下がるんですよ。だから逆に攻めるのが先なのがこっちで、向こうがもう攻め終わってこの状態が出来上がった時に入れた方が多分一番手っ取り早いです。やってもう一回やる。2日に1回とかが限界じゃないですか。さすがに毎日は体もたない痛い。自分でやらないんです。やったことあるけど、自分で自分の脇くすぐってもくすぐったくないじゃないですか。全くその感覚なんです。何も感じない。彼氏がやってみてって言って、やってみたのはいいけど何も感じない。動物飼ったことなくて、自分でやってみてって言われてやらされて 4,5 回とか。その時はもうガチ沼りだったんで、全然1回が限界じゃないですか。あー、まだ2桁はいってない。1人だ。半分はちょっといい感じってな、なんかちょっとお互い好きかもみたいな感じのなので、雰囲気でそうなったけど結局付き合えなくてが半分で、もう半分はもう完全にもう割り切った。顔とか会える距離感、付き合ったらやっぱ会いたいとかってなると、まあ、できれば女の子って週に最低でも 2,3 回は会いたいと思う。会いたい時にどのくらい会えるかとかは見ます。好きだけど仕事で忙しいからなかなか会えないとか、まあ、それこそ遠距離とかだったら会いたいのに会えないからってなると、やっぱ自分もちょっと引くというか。5人ぐらいはそうですね。その基準あんまり自分は考えたことない。なんか気づいたらもう全く連絡取らないし、だけど続く人は自分からも連絡するし向こうからも来るし、あーしてくれる人はしてくれる、してくれない人はラブホに行っても生で。あーやっぱつけない方がいいですけど、その後のリスクがめちゃくちゃでかいんです。生理遅れてくるとか、自分それで一回病気もらったことがあって、あやっぱ異物感があるんですよ、つけてると。つけてない時だとなんかやっぱフィット感はあります。同じ趣味のコミュニティで集まってるメンバーがいるんですけど、その中の方と一回そういう関係になって続いてはいたんですけど、この人がめっちゃ我慢すべりだったんですよ。普通に会うけど、この日はただ出かけるだけとかの日もあるし、ちゃんとデートもして営みもしてとかっていう、なんか彼氏っぽいみたいな振る舞いがめっちゃ、なんかもう手つないでくれて、あげてくれて、頭ポンポンとかするみたいな感じで、ご飯とかもおごってくれるしみたいな、彼女じゃねこの対応みたいなのをしてくる方がして、自分が軽く粘り始めた時にツッツッって連絡が来たんですよ。おっとっと思って、ちょっと様子見てたら、このコミュニティの中で別の女の子がいるんですよ。その子のことが好きだったらしくて、で実はこっちがお互いちょっと気になってるみたいな、どっちもちょっと気になってるんだよねぐらいの時で、女の子がこの子めっちゃガツガツいけるタイプなんですよ。でこっちに気持ちが移っちゃって、じゃあとはチャンネル登録お願いします。